いつの世にも人は絶対的な神を求めているのだ。絶対的な神、ね、疑いを派生させる要素さえなくなれば十分彼らの神となれる。ちょっと時間が、まさに実体化した超人類、あと一息なのだ。どういうこと？あの人工皮膚さえ完成すれば、いやもう40年できなかったんだから、人類を超越した真のヒューマンビーイングとなる。ああ、はいはい。完全な人工皮膚なんて無理だわね。ペトロビッチ博士はもういないのよ。父にはもう用はない。うわー、わがまま坊やじゃん。父の作ったサンプルを入手した。このサンプルを分析すれば完全な人工皮膚はいくらでも量産できる。もしくは必要な角質化細胞と上皮性細胞、色素性細胞だけを培養して増殖させてもいい。何のことだ。本当だね。完全な人工皮膚なんてどこにある。これを見ろ。クイーン病院の残骸から出てきた。え？ハジル？ハジル？ランダム。す、あ、ちょ、スナッチャーだったの？ほう。え？やはり知り合いか。やつか、スナッチャー。え、どういうこと？その表現は正確ではないな。そのバイオロイドは父が私の目を盗んで息子の私に似せて作ったものだ。あ、ここの工場で、しかもスナッチャーを処理するようにプログラムされている。このバイオロイドには手を焼かされたよ。私の作ったスナッチャーとは比較にならんほどよくできている。助けてくれたの？自分を本物の人間だと思っている。あ、そういうこと？小さい頃の記憶まで植え付けて。ランダムハジルいいやつだったからな。あたしの記憶の流用だがね。だから同じ声なのか。RANDAMHHAI。呪文言ってる。ハジル動く？ランダムハジル。あ、違った。E-L-I-J-A-H-M-A-D-N-A-R。 どうした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 。 M-A-D-N-A-R。 エリア・マッドナの逆さ読み。へぇ、父らしい。ランダム、あ、なるほどね。私が40年かかっても作れなかった人工皮膚を簡単に、しかも本人も気づかない完璧なバイオロイドも。いや、もう才能ないんだって。さらにはしょうがない、もう幸せに生きた方がいいよ。もう足もあんなになっちゃって。自己再生するのだよ。自己再生する。一度供給してやればすごいじゃん。もう自家食費や培養の必要はない。死んでるのかねえ。すでに動力系やメインシステムは停止している。ただのスクラップだ。ただし、うん、大事な人工皮膚の方は生かしたまま保存してある。これさえあればスナッチ計画の第二段階を実行できる。世界へ向けての本格的な浸透がな。絶対もう30分経ってる。サミットはもう終わったぞ。そうはいかん。サミットがどうした。完全な人工皮膚さえあればもう縛られるもんはない。世界中のどこへでも行ける。見分ける術もない。いや、そうだよね。世界は私の自由に動かせる。もう誰にも止められん。もう政治や思想は関係ない。おじいちゃんなのに。私個人の意思が人類の未来を決定するのだ。バカだ。全人類をスナッチするわけにはいかんぞ。クレムリンの地下にスナッチャーの自動工場がある。そこで今も
新たなスナッチャーが生まれ続けている。作ってたね。いくら頑張っても人の心はスナッチできないわ。そんなことしてどうなるの。ジェミ、人類は愚かだ、うん、しかし私は違う。私が人類を、いや地上の生命を救う救世主だ。まだやってんのかよ。残念ですがそうはなりません。あら、えメタル、え今から10分後にこの教会をビーム粒子砲が直撃します。メタルちゃん、私がキラー衛星からのビームを GPS と15個の衛星を使ってシグナル誘導しています。外れることはありません。私を中心に半径数キロは何もなくなります。メタルちゃん、えバカな真似はやめろ。私の研究を無にするつもりか。いやてかメタルギアとバイバイしなきゃいけないの。いやうるさいうるさいうるさい、こっちから喋ってんのよ。メタル、サミット結果はどうだった。スナッチャー感染を恐れた各国の代表は全員一致で核の使用を許可することに賛成しました。メタルギアとバイバイするの。軍がシティの武力隔離を行っています。市民を見殺しにするつもりなの。市民はパニック状態です。そうだ。ですがビーム砲でここを叩けばシティの隔離は解除されます。これが最後のチャンスです。え私がここを預かります。ギリアンたちは逃げてください。この生意気なロボットメガ、ロボットメガ爆発しますよ。ギリアン早く。え悲しい。無茶だ。一匹たりともスナッチャーをここから逃しません。この人工皮膚も処分します。お前のようなガラクタにできるか。お前がビーム砲の照準ならばお前を外に連れ出すまでだ。さあこのチビをここからつまみ出せ。待って、なんか戦いある。うわー、だからさっき電源切っとけばよかったのにさ。かわいい。おいっぱい、いや楽しそう、楽しそうだな。スナッチャー任して。メタル、なんけなロボットだ。世話の焼けるやつだ。あらハジル、何なの。ハジル、うわかっこいい。えかっこいい。なぜだ、動けるはずはない。ねえ俺は往生際が悪いんだ。うわすかっこいいけど。バカだ。スナッチャーどうした。おとなしく俺と心中しな。おいスナッチャーども、そのチビに触れるな。こいつの首をへし折るぞ。ランダム、ランダム。俺は人に利用されるのは嫌いなんだ。いいやつ。俺と一緒に終焉を見よう。かっこいい。ギリアン、あと5分です。やべ、外にトライサイクルがスタンバっています。それに乗ってください。メタルギア、なんともはじる。私はエリア・マッドナーだぞ。お前のオリジナルだ。俺が偽物であれ本物であれ、俺もお前もここで死ぬ。かっこいいな。どちらも死ねば偽物は存在しなくなる。つまらん理屈だ。機械のプログラムのな。俺は俺の意志だ。機械に意志などない。機械に自己犠牲などできるものか。白い見ちゃってんじゃん。どうかな。あと4分、早く出てください。クレムリンにある自動工場の処理を頼みます。自動工場の処理。ギリアン、たとえ俺のこの頭の中の記憶が作り物でも。ああ分かってる。共に戦った思い出は本物だ。そうだね。疑う余地もない。ギリアン、いいジャンカーになったぜ。ギリアン、楽しかったです。ああ悲しい。メタル、メタルギア、できればリトルジョンの時のように骨を拾ってください。拾う拾う拾う。リトルジョン、ああ分かった。絶対拾うね。でも早く、針いないから記憶を助けられないけど。すまない二人とも。ジェミー行くぞ。メタルギア、いいやつだったな。いかん、逃がすなジェミー。人の愛し方もわからん哀れなやつめ。本当だね。機械が何を笑っている。もうじいちゃんね。俺はあんたをスナッチすることで自分を取り戻すんだ。かっこいい。メタルギア、ランダム、あと1分切りました。もう大丈夫です。ありがとう。いいやつじゃん。礼には及ばんぜ。こんな大役に付き合わせて悪かったな。
よくやった。立派なジャンカーだ。3、2、1、はぁ、バン、あばよ、かっこいい。逃げれたかな、ギリアンとジェミー。あ、ジャパン。え、うわぁ、やっぱり行くのね。急だな。にも責任はあるからな。それにクレムリンへ行けば記憶が戻るかもしれない。急に行くじゃん。今よりもっと君を愛せる。待っててくれ。そっか、ギリアンはまだ記憶が戻ってないけど、ジェミーだけ戻ったってことか。ジェミー、帰ったら一緒に暮らそう。あなたが帰ってくるのをハリーと二人で待ってるわ。あ、ハリー、しか、私たち今度こそうまくやれるわ。嘘の夫婦じゃなくて信じ合える関係。分かってる、ジェミー。気をつけてね、ギリア。カメ、なんかめっちゃいい人いっぱいいたな。あれ、ギア、メタルギアちゃんじゃない。かわいい、首だけ塗ってる。お前、メタルか。あらら。はい、そうです。いいフレームがなかったので仮のボディですがね。かわいい。メタルギア、ギオ、とでも呼んでください。チップは無事だったようだな。ランダムが私のチップをビームから守ってくれました。ランダムいいやつだったんだな、ものすごく。ギリアン、連れて行ってくださいよ。やった、よかった。ハリー、ハリーじゃないや、メタルギアの。ハリーはあの子供のおじさんだわ。キアちゃん、ジェミ綺麗だな。わあ、うわあ、うわあ、なんかいろいろすごいあれだね。最後話長かったね。特に逃げたりとかもせずにずっと話聞いてたわ。疑い、それはいつも闘争を生んできた。本当の闘争は人の心にあるのかもしれない。今、闘争は始まったばかりである。かな。おお、本当に映画みたいな感じにね、なってますね。いやー、さあ皆様、長いことね、スナッチャーの、実況動画を見ていただいた方、どうもありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。これね、そう、企画ちょうど流れてますけど、あの、メタルギアソリッドね、小島さんが、原作とかね、いろいろやられてるということで、まあ、面白いよという話を聞いてね、やってみたんですけれども、いかがでしたか。なんか、いろいろね、細かい、仕掛けとか、遊び心がね、いっぱいある、作品だったので、私はとっても楽しかったですね。あの、細かい本当にところをにヒントが隠れてたりとか、逆にこう多分ストーリーには関係ないけど、こうちゃんとね、調べたらなんか面白い、なんだろうな、なんか返しがあったりとか、そういうところがね、私は非常に好きなゲームでしたね。話自体はね、まあいろいろ難しい部分もありましたけど、ね、久
終的には、はい、恋愛をこじらせた人がやった事件だったっていうね、そんなんだっていう感じでしたけどね。最後の最後でね、ランダムハジルとメタルギアがねかっこよかったしね。そして最終的にメタルギアが死なないのがいいですよね。はい、よかったってめちゃくちゃ思いました。はい、なんかそうですね、なんで本当に初見でねやらせていただいたので、いっぱい本当にびっくりしたりとか、あ、ここがこういう風につながってたんだとかね、思う部分がすごくいっぱいあって、それがすごい楽しかったですね。多分これをやったことある方とか、一回ね私の実況とかでこう一通り見ていただいたとしてもね、こうもう一回やったりとか、もう一回他のどなたかの実況、まあ私も含めてもいいんですけど、見たりとかするとまた楽しめる作品な感じがしましたね。なんか、あ、この時は多分この事実を知らないでここ調べてんなとか、ドギマギしてるなとかね、そういうところもすごく、楽しめる作品だったのではないでしょうか。でね、これは、PC エンジンのね、スナッチャーというゲームですけれども、小島さんがね、アドベンチャーゲーム、もう一個、実は出しているものもあって、それもですね、私のチャンネルではないんですけれども、一緒にやってるチャンネルの方でね、ポリスノートという、実況もやらせていただいておりますので、スナッチャーを見た後はね、そちらも、見ていただけるといいんじゃないかなと思います。小島さんがね、お話しされているこういうアドベンチャーゲームは、本当にこうゲームというよりはね、なんか自分が入って楽しむ映画なんだみたいな、ね、お話しされてますけど、本当にね、見応えのあるというかね、なんか、こう一通り終わった後に、なんかふーってなるようなね、ゲームやったぞっていうよりは、なんか本当に一個のドラマとか映画とかを見たようなね、感じになるなぁと、今ものすごく思っております。はい、なんか結局ね、なんかいい人が何人も死んでしまってね、ちょっとね悲しい部分もありましたけど、まあなんだろう、トータル思ったことは、出てくる女の子が全員可愛かったっていうねことですかね。ミカ、ジェミー、カトリーナ、あなたはこの3人の誰が好きでしたか迷うよね。3人ともねとても可愛かったんですけど、私はねミカですね。最後の最後の最後まで一緒に戦ってくれた、まあジェミーもそうだけどね、なのでミカが一番のお気に入りの子でしたね。はい、ということで、はい、制作著作コナミ株式会社さんでございました。はい、ということで、PC エンジンの名作アドベンチャーゲームスナッチャー、こちらで実況終了になります。長いことお付き合いいただきありがとうございました。